されて前に進めなくて。いえ、私ももっと注意するべきだったわ。でも電車の時間には間に合ったわね。もうすぐ電車が来るはずよ。それなら一安心だね。あれ、でもこのホーム、どうしたの？私たちが乗る電車って向かいのホームのような気がするけど。え、でも私たちが乗る電車と同じ色のマークが案内板に書いてあるわよ。うん、でも向かいのホームにも同じマークがあるよ。え、多分上りと下りでホームが違うんだよ。案内板の行き先、私たちが行く方と逆方向だし。そういうものなの？知らなかったわ。向かいのホームに急ぎましょう。すぐに電車が来るわ。うん。あー、カノンさんたちめっちゃダッシュしてる。まさか向かいのホームに行ってしまうとは。千里もカノンも人を驚かせるのが上手だね。笑い事じゃないってば。危うく真逆の電車に乗るところだったよ。あれ、美咲ちゃんとカオルさん。え、あ、綾先輩。はあ、こんなところで会うなんてすごい偶然だね。ああ、こんなに子猫ちゃんに出会えるなんて。今日は子猫ちゃんの日だね。何の日なのそれ。っていうか、綾先輩のその格好。変装してみたんだ。人が多いお店に行くから目立たないようにしようと思って。ほら、私も一応テレビとか雑誌に出たりしてるし。そっか、変装しないと芸能人だってバレちゃいますもんね。その気持ちはよくわかるよ。スターの宿命だね。でも逆に目立ってるような気もするけど。それでお忍びでどこへ行くところなんだい？うん、二駅先にできた新しいカフェに行くところなんだ。 3D ラテアートが話題のお店って聞いたから、 SNS 映えする写真が撮れるかなって思って。それってもしかしてカノンさんと白関先輩が行こうとしてるところじゃ。カノンちゃんと千里ちゃん、何の話？つまりそういうことさ。そっか、かのんちゃんちょっと心配だもんね。でも千里ちゃんがそんなに電車が苦手なんて知らなかったよ。人には誰しも人には話せない秘密があるものさ。ねえ、私もカオルさんたちと一緒について行ってもいいかな？え、みんな二駅先のカフェを目指してるんだよね。それなら行き先は一緒だし、尾行なんてなんだか探偵みたいで面白そうだし。私たちはいいですけど、カノンさんたちのペースに合わせるとお店に着くのが遅くなる可能性が。あ、電車来たみたいだよ。あ、乗るのは待ってください。カノンさんたちはまだこっちのホームに来てないし。それに美咲、あれは千里たちが走ってる。え、あんなに走ってる千里ちゃん初めて見た。この電車に乗るつもりらしいね。よし、私たちも急いで乗り込もう。え、だからこの電車は。ああ、もう待ってってば。なんとか間に合ったわね。走るなんて思わなかったけど、これで二駅先まで行けそうだね。ええ、ちゃんと各駅停車に乗れたもの。ずっと敬遠していたけど、落ち着いて利用すれば電車もそう難しいものじゃ。どうしたの？あそこのモニターってこの電車情報が出ているのよね。この電車の行き先や
次の停車駅が出るモニターだよ。そこに急行って表示が出てるんだけど。え？